はい、皆さんこんにちは、やすさんです。今日はですね、アマゾンから新しいテントをね買いましたので、ただいま甲子園浜に試し張りに来ています。じゃあ今からですね、早速テントを張ってまいりたいと思います。さあ、段ボールから開けました。こちらがツールームテント。これメーカー名なんて書いてあるのかな。あやまやっていうのかな、これあやまや。よし、ちょっとやってみようか。じゃあさあ、早速ね張ってます。今日なんとね、ハンマーついてると思ったらね、ハンマーなかったんでね、人力でペグランをしました。今もう早速ね、はい、ポール入れてます。今ね、テントを組み立ててからまだ10分も経ってないかな。だいたいこんな感じです。結構ね、思ったより簡単。今日はもう中のね、インナーテント張らずに、ちょっともうそのままでやってみたいと思います。はい、セッティング完了でございます。結構小さいなという感じですね。で、今日ね、中のインナーテント張ってないですけど、おそらくここぐらいから中のインナーになるかな。ねえ、まあファミリーで使うというよりもソロキャンプ用かな。設営はね、めっちゃ簡単でした。2人でだいたい10分ぐらいかな。10分また設営できますね、これね。ソロキャンかな、ソロキャンぐらいかな。いいから、またここで頑張ったもん。全然ソロキャンやったらいけるね。歩いてくるよ、ね。まあ、なんとね、あのハンマーがね、中に付属されていないというね、付属されてるもんやろと思いましたけど、入ってませんでした。あ、ペグもちょっとね、見てください。このチャチーね、チャチーペグなので、もっといいペグの方がいいと思います。で、メッシュの換気はここだけかな。こちらがインナーテント、これ中に貼っていただくと中で寝ることができます。で、こちらシートね、グランドシートかなになります。あ、インナーシートよね。はい、今回ですね、こちらあやまやさん、アマゾンでなんと9800円で売っていました。ツールームテント、実際に組み立ててみました。はい、今日はですね、こちら甲子園浜に来ています。いつもでしたらテントもね、たくさん張っていて、でなおかつバーベキューとかね、非常に賑わっているところなんですけども、やっぱりね、コロナウイルスの影響で今バーベキューは禁止になってます。ということで、もう全然人がいない、寂しい感じになってますね。
はい、ということで今から撤収したいと思います。もう3本のポールを抜いたらもうすぐこういう感じになりますんでね、設営は本当に簡単です。ということで撤収完了でございます。はい、こちらコンパクトにまとまりました。暑いな、いや汗かくわ本当。よっしゃ、さあ行きましょう。さあ試し張り終わりましたので、また次のねキャンプで実践してみたいと思います。この甲子園浜をね早くバーベキューできるようになったらいいのにね。もうねデイキャンプのね劣化みたいなところでしたけどね、もう寂しい限りです。